泉中央駅は神奈川県横浜市泉区泉中央南にある相模鉄道泉谷線の駅である。駅番号は SO35。島式ホーム1面2線を有する高架駅。ホームは3階に改札は1階にあり、階段のほか、エレベーターとエスカレーターが設置されている。駅は駅ビルと構造的に一体化されている。このビルには商業施設及び 泉区民文化センターが入居している。当駅開業時に設置されたホームエレベーター、多目的トイレはいずれも総鉄線の駅で初めての設備であった。1日あたり乗車人員の推移2020年度の1日平均乗降人員は12,814人である。湘南大延伸前までは着実に増加していた。湘南大延伸後は一旦減少に転じた時期が、 あったが、再度増加に転じている。通勤特急停車駅の泉の駅よりも利用客が多い。近年の1日平均条項、乗車人員推移は下記の通り。駅は泉川が流れる谷に位置し、泉谷線の他の駅と同じく周辺にはベッドタウン的なニュータウンが広がっている。ただし、第一を切り開き造成した他の駅と異なり、 川と街道が近いことから古くから人の往来があった地域であり、かつては養蚕が盛んであった。駅近くの JA 横浜泉支店の敷地内には糸を取るために死んだ海口を祀った石碑が残されており、当時の面影を忍ぶことができる。駅周辺には、この長後街道以外にも環状4号線が通っており、長後街道とは駅の北西で交差している。 環状4号線は比較的新しい道路で全区間が基本的に片側2車線で整備され2000年に当駅周辺を含む地下鉄ゲイ田駅から相模鉄道西屋駅の区間が開通したのをはじめにその他の区間でも整備が進められているこの道路沿いには大規模駐車場を備えたロードサイド型の店舗がいくつか出店しており鉄道利用を前提とした作りとなっている 泉谷線の他の駅周辺とは趣をことにしている。一方で古くからある、長後街道の方は片側1車線で、朝夕は混雑が激しかったが、2008年から2011年にかけて、当駅周辺の区間が片側2車線に増設され、これにより、戸塚駅付近の起点から、藤沢市境の境川付近までの区間で、片側2車線となった。長後街道沿いは、 ロードサイド型の店舗はなく、道路に面しているのは、小売店、飲食店や住宅である。駅の西側には改札外コンコースにより、接続されている駅ビルの相鉄ライフ、泉中央がある。一方、駅の東側には泉川が流れている。泉川は、国土交通省の主催する、ふるさとの川整備事業に指定されており、川に隣接して、浸水広場、 ジクラ原ラの水辺が設置されている。浸水広場には、水深の浅いプールと、ビオトープが設置され、夏の晴れた日などは、たくさんの子供が水遊びをする姿を見ることができる。また桜が植えられており、花見の季節にも多くの人が訪れる。なお、1927年3月には、愛部電気鉄道が、本厚木駅から泉宇津駅、戸塚駅を経由して、 新横浜駅に至る厚木新横浜線の路線免許を申請している。しかし、神中鉄道、湘南電気鉄道と競合していたため、申請は却下された。最寄りの停留所は、駅北側のロータリーにある泉中央駅と駅北方にある長後街道上の泉区総合庁舎となる。なお、前述のロータリーにはタクシー乗り場もあるが、 一般車両は進入禁止となっている。泉区の行政の中心である区役所に隣接していることから泉中央となる。ありがとうございます。